はい、こんにちは。今日はですね、画像合成のやり方を紹介していきます。こんな感じで iPad の画面の中身を違うものに差し替えて、モックアップって呼ばれるような画像を作っていきます。で、使うアプリは Art Studio Pro っていうアプリを使います。で、画像合成をするときはこのアプリが一番いいなと思っていて、Photoshop とほぼ同じ機能を持っています。で、私これほぼフォトショップアプリって呼んでるんですけど、まあ最初はちょっと難しいんですけど、慣れたらすごい便利なアプリなので、ぜひぜひ皆さんに覚えてほしいなと思ってます。はい、じゃあ始めていきます。アートスタディオプロですね、最初こんな画面になるんですけど、ちょっと今回始める前に基本の iPad の画像ですね、ベースとなる画像をちょっと拾ってきます。で、今 Apple のサイトを見てるんですけど、いっぱい iPad がある中でこの中で好きなものを選んでいきます。で、1個見つけたらそれをスクリーンショットします。で、今回はこの画像ですね、この画像をスクリーンショットします。で、今ちょっと横向きになって、上下がはみ出ちゃってるので、私がこの iPad を縦向きにした状態でスクリーンショットを撮ったものがこれになります。で、これを今回は使っていきます。でですね、Art Studio Pro に戻ってもらって、ここから上のプラスボタンから新しくニューエントリーでキャンバスを作っていきます。で、今回のキャンバスサイズはそんなに大きくなくていいと思っているので、横幅1024かなのサイズで、新しくキャンバスを作ります。で、キャンバスが作れたら、さっき撮ったスクリーンショットを読み込んでいきます。写真アプリを右に、出してもらって、スプリットビューですね。で、この状態で、さっきのスクリーンショットをドラッグ&ドロップしてください。で、そうするとですね、選択項目が出てきて、Import as New Document か Import as New Layer かで選べます。で、新しくドキュメントを作るか、今のドキュメントの中に新しくレイヤーを入れるかっていう項目なので、今回は、2段目ですね、 Import as New Layer で新しいレイヤーとして読み込んでください。で、読み込むとですね、こんな感じでちょっと大きく表示されちゃったので調節していきます。上のエディットからトランスフォームを選んでください。で、バウンディングボックスを持って、サイズ調節します。で、サイズ調節ができたら、この iPad の画面の中身ですね、これを違うものに変えたいので、画像を読み込んでいきます。で、ちょっとその前にですね、このスクリーンショットの周りのいらないところ、ちょっと色が違ったので、真っ白じゃなかったので、そこは消しゴムで消しています。で、 iPad の画面の中に入れる画像、これはですね、お好きなものを選んでいただいたらいいと思うんですけど、私今回はこのプロフィール画像ですね、このプロフィール画像を Art Studio Pro で編集しているっていうような画面をiPad の中に入れたいので、ここをスクリーンショットを撮ります。で、スクリーンショット撮れたら、さっきの iPad の方の画像に戻って、ここからまた、ドラッグ&ドロップ、写真アプリからドラッグ&ドロップで画像を読み込んでいきます。これですね、スクリーンショットを、右から左へ。で、さっきと同じように Import as New Layer っていう項目を選んでください。で、ここから、エディットでトランスフォームで画像のサイズを変えていきます。で、この形をですね、自由に変形させたいときは、ここの下のところ、今スケールになってるんですけど、これをフリーに変えてもらうと、この角のですね、バウンディングボックスが自由に動くようになるので、それで iPad の画像に合うようにサイズを調節していきます。で、ここまでできたらですね、最後トーン調節をするので、新しいレイヤーを1個上に追加して、この左のグラデーションツールですね、これを選択してください。で、左上から右下に光が入っているような感じで、グラデーションを作っていきます。
でそのグラデーションのレイヤーを選択して、上のギアマーク、ここの中から、クリッピングマスクっていう項目があるので、それをクリックしてください。でそうするとですね、グラデーションのレイヤーがその下にある画像のレイヤーだけにかかったような形になります。でそうしたらですね、ここの描画モードを変えていくので、この上の項目からオーバーレイっていうのに変えてください。でそうするとですね、画面に光が当たったような形になります。でちょっと今のままだときついので、不透明度を変えたりして調節していきます。でグラデーションの幅とか、あと角度っていうのは後からでも調節できるので、ここはまあお好みで作っていただければと思います。で最後ですね、手書きの文字を書いて終わりたいと思います。でアートスタディオプロですね、結構ブラシの種類たくさんあって、私インクペンっていうやつが結構お気に入りなんですけど、なんかサインとか書くときもすごく達筆にかっこいい感じで書けるので、よかったらインクペンおすすめなので使ってみてください。はい、ということでこんな感じで完成になります。これぐらいの簡単な合成画像だったらですね、 iPad で作った方が早いし簡単なので、ぜひですねこのアートスタディオプロデザイナーさんとか使ってみてください。でもしわからないことあればですね、コメント欄に質問書いていただければ答えるので、ぜひぜひコメントもしてください。ということで今日は以上です。ご清聴ありがとうございました。バイバイ。